車ユニット整列整いました。後方グリーンフラッグ、2018年全日本フォーミュラ3選手権第12戦の決勝シンナル1つ2つ3つ4つ5列になりました。そして赤になりました。すごい波、すごいスタートしました。すごいのバスのロケットスタート、ショットも広がっていく。そして大湯もいいんですが、宮田がなんとか抑えました。その後ろ、瀬名と、そして金丸がサイドバイサイド並んでいる。金丸が出遅れた。瀬名が一つポジションを上げていく。トップ、坪井、2番手宮田、3番手大湯、そしてアウトサイドから瀬名が仕掛けていく。戸田のマシンが3番手、4番手、瀬井側だ。金丸が前に出る。あーっと瀬名がワイドに行ってしまった。そしてその後ろに片山が来ている。中盤のつばぜり合い、オープニングアップから行ってる。あ、そして山口サイロフが4コーナー構想をしている。